任界大戦も佳境に入った。頃合いだな。そろそろ九尾を狩りに向かうとしよう。新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。どうした？どうやら五影とマダラの戦いが始まったようだ。巨大なチャクラ同士が激突している。ついに始まったか。この戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する。必ず勝利してもらわねば。刺客、こちらにも連絡が入ってきたぞ。渦巻ナルトの影分身隊が続々と戦場に到着しているとの報告だ。すでに海岸線の第一第二混合部隊、そして第二別動隊には合流を果たし、敵の殲滅にかかっている。そうか。任界全体が大きく動き始めていますね。ああ、結末に向けてな。ここまで来れば俺たちにできることはもう少ない。あと現地の仲間を信じるだけだ。頑張ってくれよ、みんな。いくら倒しても次から次に。この戦い、いつまで。安心しろ、さくらちゃん。もう終わる。俺が来たからにはもう大丈夫だ。ナルト、お前なんでここに。決まってんだろ、一緒に戦うためだ。しかしこの戦争はナルト君を守るためのものです。それなのになぜ。俺一人生き残っても意味はねえ。やるならみんなと一緒にとことんやる、そう決めたんだ。ナルト、あんた。この戦場一気に決めてやる。みんな行こうぜ。おっせ。最終章、平和への道。この体ではこれが限界か。一匹は片付けた。残すはお前だけだ、ウチハマダラ。結局のところお前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだ。その小さな戦いが今のわしらにとって重要じゃぜ。この一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です。俺を前にして勝利などはありえん。それは最後までやってみなければわからない。風影の言う通りだ。すべて貴様の思い通りに行くと思うな。図に乗るな。さっきも言ったが俺は貴様らと遊んでやっているだけだ。シャリンガンとリンネガン、この二つの力を使えば貴様らなど刹那の間に始末することができる。教えてやる。いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということ。ウチハをなめるなよ。なめるなか。ではこちらも教えてやろう。ウチハマダラ、ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているか。それは力の差か。違う。それは経験の差か。それも違う。私たちとあんたと決定的に絶対的に異なるさ。それは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ。意志だと？影の域に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな。私たちの背には私たちを慕う仲間たちの思いがある。その思いがある限り影は倒れることは許されん。
いかに相手が強大であっても、いかに傷つき膝をつこうとも、最後に立っているのは我々でなくてはならんのだ。それが五影として立つ者の務め、それが我々五影の意志だ。内葉マダラ、私たち五影を舐めるなよ。五影、いかに貴様らが吠えようと俺には届かん。ここで無様に果てるがいい。まだ、お前は必ず潰す。我々五影の手でな。そういうことだ。綱手をフォローしつつ奴を叩く。行けよ。はい、戦闘開始。わしらの力をもってすれば貴様を倒すなどたやすいこと。未来はお前のためではなく、今を生きる俺たちのためにある。あなたのもたらす闇を絶対に認めるわけにはいきません。昔捨てた己を今日ここで拾わせてもらう。なかなかの力だ。ではこれはどうだ。オクトン樹海降誕。地面ごと。さあ、続きを始めるぞ。行きます。注意を。五影の意志とやらを俺に見せてみどう対処するのか。五影殿、頭上に注意を。当たれば痛いだけでは済まされません。いかに強大な術を使おうともわしらは負けん。遊びはここまででいいだろう。
ぜ。そろそろお前たちには消えてもらう。さてどう攻める。並大抵の力ではマダラに届かんぞ。私の力ならばあれをこじ開けられる。綱で姫か。確かにお前の力ならばいけるかもしれんが。論議している暇はない。ここは私に任せる。今はおかげさまを信じ、私たちは援護に回るべきかと。いいだろう、やってみせろ。どんな頑丈な壁も殴り続ければいつかはひびが入る。ひびが入り、さらに殴り続ければいずれ穴が開く。そこを突く。うちはまだら年貢の納め時だ。勝利は俺たち忍び連合が掴む。奴の動きを見極め、確実にダメージを与えれば勝機は見えるはずだ。いかなる策もこの俺には通じん。お前たちはここで終わる。さてどう攻めてくる。戦闘開始。お前はもう死んでいる身だ。あの世へ帰れ。どけにくい男は好きなんだけど。なるほど、その力侮れんな。だがそれだけだ。結局は俺に届きはしない。あせかえ。任せろ、わしがやる。頼む。随分と粘るものだ。これは褒美だ、受け取れ。今だ、水かえ、行きます。汗かえ。任せろ、わしがやる。頼む。一旦公務の術。
強化。大攻撃。超火獣眼の術。私は確かに弱い。だが命を懸けた時は別だ。だから今まで生きている。少々驚いた。まさか貴様らがここまで踊れるとは。この戦いはもう終わりだ。わしら忍び連合の勝利でな。あ、貴様もう復活したのか。そろそろ引きましょうか。目覚めたばかりのその体でここまで戦えれば十分でしょう。まあいいだろう。かつての死闘とまではいかないが、九大天の一戦だったと認めてやる。貴様らとはいずれ決着をつける。それまでせいぜい生き延びておけ。貴様逃げるのか。逃げる？そうではない。猶予を与えるだけだ。貴様らがさらなる力を身につけるための猶予をな。何？次に与える絶望は今日の日ではない。お前たちには到達できぬ神の力を見せてやる。存分に覚悟しておけ。では。とりあえずここは抑えることができたな。ああ、逃がしはしたが。ですが、あの強大な力を持つマダラに対抗できた事実は大きな意味があります。ああ、まずは十分だ。木陰の力か。大したものだな。じゃあぜ、あとはナルト、そっちは頼んだぞ。どうした？この先に強烈な悪意を感じる。近いってばよ。もう目の前だ。準備はいいのか？いいよ。ああ、行こうぜ、Bのおっちゃん。
どの戦場もみんな頑張ってる。大切な友達も、今まで話したことない人たちも、年取った人も、そうじゃない人も、みんなが一つになって頑張ってる。みんながいる、仲間がいる。この戦争、俺たちが絶対に勝つ。落ち着け、ナルト。バカ野郎、この野郎。クソ、勝って、ひびも入らねえ。所詮面に傷一つもつけられないか。キュービをコントロールしたその力、こんなものではないだろう。そうだ、かつての人中力、お前の先輩たちだ、ナルト。もっとも、俺好みに少し変えてはいるがな。おい、B、奴らの目をよく見てみろ。あれはシャリンガンじゃねえか、イオ。それに、ナガトってやつと同じ目を持ってやがるぞ。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って、穴が2つある。この面は前のと違って特別製でな、頑丈な戦闘用だ。いつも隠してた左目は、ナガトやあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけか。ん？お前らマダラは俺たちが止める。お前らだと？お前らってどういうことだ、この野郎。マダラってあいつのことだろう、バカ野郎。そうか、お前は知っているのか。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。なんならかつての名トビトでも名乗ろうか。戦争が始まった今、名前などどうでもいい。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。ただ月の目計画をなせればそれでいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられ、絶望ばかり見てきた。違うか、お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるだろう。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。てめえにとっちゃ価値のないこの世界でも、勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえなんて、そんなんでごまかして通用すると思ってんのか。そんな脱線面付け替えて、いろいろな名前片手いくらごまかしても、てめえはてめえだ、この野郎。頭きた、絶対その面ひっぺがしてやる。この面を剥がすには骨が折れるぞ。上等だ。俺の相手をしたくば、まずはこいつらを止めてみせろ。さすがにきついぜ、相手は6人。思い通りに戦えない、6人。このままやるよりばらけさせて戦う方が良くねえか。ああ、まとめて相手にするか、ばらけるか、どっちかだってばよ。6人相手はきついぜ、少々ばらけた方が勝率上々。おっちゃんも言うこともわかるけど、でもこのままでもいけるはずだ。いや、別れちまったらおっちゃんと連携が取れなくなって逆にまずいってばよ。だから多少きつくても
このまま行く。オーレイ、ナルトの言葉も一理、一人より心強いぜ、二人。戦闘開始。相手じゃ最高に。またか。またの逃亡に、オラ様、呆然。
やつら森の環境をうまく使って逃げやがるな。やるな。だがまだ終わりではない。森の中じゃ奴らを見失いやすい。このままじゃ不利だ。あれをやれ。会おうよ。ここらの森全部吹っ飛ばしちまえ。ハッチビがサビのキラービーンだぜ、オロ様が。うわ、な、なんだ。う、ふぃー、振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。二重ハチマキ。やはり人型では役には立たないか。ではこうするとしよう。奴ら、今の状態で微重化できるのかよ。行け。あの状態はやばい。気をつけろよ、ナルト。戦闘開始。あの、好き勝手しやがって。今では微重ですが、俺の意のままに動く人間。ふざけやがって。俺たち微重にもちゃんと感情がある。ああいう扱いをされるのを見るとさすがに腹が立つ。
異獣相手に随分と粘る。少々驚いた。だがそろそろ終わらせるか。させるかよ。が揃って待ってたぜ、渦巻きナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってば、あの6人の中にいた。なんでここに、つか、ここはどこだ。ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。あこいつっては俺を食ったヨンビ。落ち着け、ソン。ナルトよ、こいつをヨンビと呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。そうか、名前があったんだな。その、ごめん。お前は面白いやつだね。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな、もともとの純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマってキュービの名前だよ。え、キュービにも名前あったの？そうっす、美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き、俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし、知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め、存在を否定していた。俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて、人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりはずっとマシだったからな。俺は人中力だけど、ちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんて言うあんな奴が美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白い奴だね。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。ったく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要するのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。ならせめてその時まで私たちの力を使え。
大した力は残ってないが、ないよりはマシだろう。私は任ユギト、そしてこいつはまたたび。俺は元四代目水影のヤグラ。下のはイソブってんだ。老師と孫だ。ハンという、美獣の名は国王だで。俺は歌方、それと再建だ。フンス、こっちはラッキーセブン長明。アンガトな、みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ、クラマにもお前の声は届いているはずだ。あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。いい加減に離れやがれ。ナルト、さてそろそろいただくか、キュービー。何？クラマくんが食ったら！渦巻きナルト、しつこいやつだ。ナルト、心配したぜ、バカ野郎、この野郎。すまねえ。でも、飲み込まれたおかげで美獣の名前とか思いとか、とにかくいろんなものをもらうことができた。名前だと？それが何だというのだ。はあ、お前は知らねえんだな。へっ、教えてやんない。よっ、戦闘開始。ナルトよ、わしは他の美獣とは違う。そう何でも何もなく人中力に尻尾を振ったりはしない。どんなことを語ろう、人間の語ることはいつも皆同じだ。わしはずっとお前のしてきたことを見てきた。だからお前も分かっているはずだ。お前がわしに何を語ろうとも意味は本心が伝わってこい。
他の美獣たちが力をもらったようだが、それでも今の状況を打破するには足りない。お前はまだ七に立っている。このままではいずれ奴に負けない。ナルト、お前がわしら美獣のために本気で何かしてやりてえと本心で思うなら、この程度の苦境どうにかしてみせろ。可能性を示してみせろ。いつだってお前はそうしてきただろう。この俺はいずれ火影の名を受け継いで先代のどの火影をも超えてやるんだ。リサリサ、里に俺の力を認めさせてやんなよ。あの時も証明してやる。この俺がこの世にヒーローがいるってことを証明してやる。遅くなって悪かったな。ヒーローってのは遅れて登場するもんだからよ。あの時も言ってることが正しいかどうか見せてもらおうか。ああ、お前を倒してそれを証明してやる。あの時もガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。あの時もだ。Thank you.
諦めるの？諦めろ！今まで通り見せてみろ。わしに可能性を感じさせてみろ。行動で示し、証明しろ。それがお前だろう。ここまで戦えたことは素直に褒めてやろう。だが、いくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ。なぜそこまで固くなに抗う。なら、さっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美人を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。なあキュービ、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。うん？人中力のみんなと美人たち、そんで、あいつと約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のざれ言には付き合ってられん。あれはやばいぞ。どうする？ナルト、お前まさかこの程度でおじけづいてんじゃねえだろうな。お前はこんなとこでやられるわけにはいかねえんだろう。わかってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。ふん、相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんねえ。向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ、助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくても、まずそういうとこ直していかねえから、いつまで経っても。お前とわしのチャクラをくっつけろ。まさか、またチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな。また綱引きやってもいいんだぞ。クソギツネ、力を貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ、誰を殺したい？もう、てめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間待っててくれ。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。
ウドカ先生の本心では俺のこと認めてねえんだ。化け狐ならな。けどナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。どこかで一途で、そのくせ不器用で、誰からも認めてもらえなくて、あいつはもう人の心の苦しみを知っている。今はもう化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ。どこ？さあ行こうぜ。ナルト、ついにやったのか。だが遅い。消えろ。ビジュードくぜ、クラマ！ナルトめ、九尾の力を。戦闘開始。おい、はじめに言っておくが、この状態ゆっくりはしてられねえ。初めての美獣化でリンクは完璧じゃん。俺の持続時間はそう長くないと。十分。いかに九尾とはいえ、六体の美獣相手ではどうもできない。わしは力を甘く見やがって。へえ、そういうことを言えんのは最初だけだ。俺たちの力たっぷり見せて、度肝抜かせてやろうぜ。美獣弾を撃った反動だな。奴らの動きが前よか鈍いぜ。今がチャンスだぞ九尾。うるせえ。はちりごときはわしに命令するな。てめえ、やっぱムカつく野郎だぜこいつ。美獣同士のテレパシー会話、それってレアだしすっごいわ。
美獣たちの動きが鈍ってきた。キュウミね。このまま美獣どもを外に出しておくのは危険か。美獣たちを。こっちも時間だ。わしが力を貸せるのはここまでだ。ナルト、あとはお前が。分かってる。あいつはこの手でぶん殴らねえと気が済まねえ。打ちかましてきやがれ。あ、来い。戦闘開始。キュウビの力を使い切り、己のチャクラも限界に近いはず。貴様の敗北は時間の問題だ。勝手に俺の負けを決めんな。俺はまだやれる。よく粘る。できることは全部やる。そんでお前に絶対勝つ。こいつ、なぜこれほど。俺の計画をことごとく邪魔する。救命。無駄な抵抗はやめろ。いかに抗おうとお前に未来がない。俺の目には未来が見えてる。てめえの目に見えないだけだ。チャクラはもう残り少ねえけど、最後のチャクラを使い果たしたか。この勝負、俺の勝ちだ。チャクラがなくなってもな。俺の拳にはいろんな名前といろんな思いがいっぱい詰まってっから、痛えぞ。ナルト行け。ナルト。ザラー。
渦巻きナルト、まさかここまでの力を手にするとは。だが俺の戦いは終わらん。そして憎しみも消えることはない。俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない。九尾と八尾はいただく。必ずな。逃げちまったか。だが、よくやったな。ナルト、おい、大丈夫？あれだけやった後だ、そりゃこうなるだろうぜ。ほんと、大したもんだぜ、お前は。いよ、以上が各戦場での戦果報告となります。うん、多大な被害を受けましたが、ひとまずは奴に世界を奪われなかったことを喜びましょう。ああ、うちのナルトもキラー B も無事だったことだしな。とはいえ、ここに来て本物の内浜だらが出てくるとは思わんかった。俺たち五影の力をもってしても互角、危険な相手だ。そして偽物だった面の男か。どちらもいずれ再戦することになろう。忍び連合として相応の覚悟をしておかなければなるまい。来たるべき決戦に向け、さらに作戦会議を密にしましょう。また即戦力の忍びを生み出すため、格差との教育システムのすり合わせをすべきです。じゃあな、ここまで来たら出し惜しみするものは何もない。出し惜しみするものは何もないか。どうした雷影殿。正直なところ、この連合を組んでここまで関係が強固になるとは思っていなかった。結局は格差とが己の利益のために腹を探り合い動くものだと思っていた。戦争が終わればまた過去と同じ対立の関係になるものだと思っていた。だが結果はわしの考えを大きく裏切った。世界は本当の意味で一つになろうとしている。新しい時代、少しは期待していいのかもしれんな。新しい時代が本当に来るかどうかは今後の私たちにかかっている。まずはマダラたちを倒す。すべてはそれからです。ああ、となると戦いの鍵となるキラー B とナルトの扱いをどうするかだが。そういえば、ホカゲ様、今彼は。あいつならまだ眠っている。本来なら九尾の影響もあって回復が早いのだが、今回は九尾のやつもよほど力を使ったんだろう。死んだように眠ってるよ。では。だが命に別状はない。じきに目覚める。そうですか、それはよかった。渦巻きナルト、世界はゆっくりだが動き始めている。お前が見せてくれた光が世界に届いている。平和への道は確実に存在する。平和はもう目の前だ。あれ、ここは。ああ、これは夢だな。時々あるんだよな、これは夢だってわかるやつ。つうか、なんだこれ、何も見えねえ。こんな変な夢見んのは珍しい。父ちゃん、母
ちゃん。父ちゃん、母ちゃん。分かってる。これは英雄の物語。迫る脅威にただの一度も臆することなく、大切なものを守るため最後まで戦った。これは英雄の物語。私の愛する英雄の物語。Pues bueno, gente, con esto concluye el Let's Play de Naruto Ultimate Ninja Star Wars 3, o como se diga, porque el nombre es largo de cojones, que lo pones en YouTube, lo escribes entero y te peta un dedo de escribirlo. Como siempre, daros las gracias a los que habéis seguido el Let's Play. Esto lo he grabado antes de hacer el Storm 1 y el Storm 2. No tuve que haber subido el Storm 1 y el Storm 2 antes. Así que, nada, daros las gracias porque habéis seguido a los que habíais seguido la saga entera. Que el Naruto Storm 1 era un poquito malo. Y el Storm 2 estaba de puta madre, pero el Storm 1 un poquito malo, la verdad. Muy. Bueno, se nota que era el primero. Todos los primeros suelen ser un poquito malos. El juego no ha estado mal, pero creo que en el final la han cagado bastante. Bastante, bastante, y se nota que quieren sacar otro para sacar más pasta. Luego, muy desaprovechado porque la pelea de Kinkaku y Ginkaku se podían haber hecho muchísimo mejor. No esa mierda que me hicieron hacer con Darui. ¿Qué más hubo por ahí que no me gustó mucho? La pelea contra los 7 espadachines tampoco me gustó. Me pareció una forma de terminarla a lo fácil, a lo rápido. Y luego por último que
El juego creo que son 10 capítulos y el prólogo. Vale, pues el prólogo y los 9 primeros, vale, no están mal, no son difíciles, ni mucho menos. Pero luego el último capítulo, Madara ya era un poco chetada, pero no se notaba tanto. Pero la pelea contra los Jinchurikis estos, porque la pelea es súper larga. O sea, no os creáis que la pelea solo es Madara. Es una polla. Aquí la pelea, tú le das a, te vas a cronología, te vas a hacer la misión y te la ponen desde el principio, desde los 6 Jinchurikis. Eran 6. Los 6 Jinchurikis, después los Bijus y después Madara. O sea, eso es la pelea final. No te dejan jugar solo contra Madara, luego no la puedes rejugar. Porque de hecho, justo en el último Quick Time me petó. No sé qué le pasó, petó el juego. Y hasta después no volvió. Y me ha tocado volver a hacerme la puta misión. Me ha tocado volverla a hacerla para grabar el Quick Time, porque petó el Quick Time. Así que nada, de momento hemos terminado. Falta el DLC de Full Burst, que es el de Kabuto. Que según estaba leyendo, tengo que hacer unas misiones secundarias, que no las voy a subir. Cuando las haga, veré si me lo desbloquean y lo haré, porque ya os digo, he salido al menú del juego y no encontraba el DLC por ningún lado. Yo me cago en la hostia, que me ha terminado la guerra y yo aquí no he luchado con el otro. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.同型を背負い希望をもたらす、いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う、その者英雄。日々が経ち、過去が未来に転じるとも、その名は
微塵も朽ちることなく新しき時代に轍を残し混迷の世に今一度名は継がれるその者英雄歴史に刻まれし新風その名は渦巻きナルト。